山縣忠次第は日本の女優である。本名は山縣珠代である。1915年2月22日、茨城県水戸市泉町に山縣珠代として生まれる。日本統治時代の台湾の台中市にあった旧制、台中州立台中高等女学校を中途退学した。満15歳となる1930年、京都の田中十三らの日本キネマに入社し、岡田三郎監督の昨日のバラに出演して映画界にデビューした。東京に移り、同年11月、松竹蒲田撮影所に入社。翌1931年、清水宏監督のガキ大将と銀河に出演、高田実と共演した。同年、京都に戻り、日活うずまさ撮影所現代劇部に入社、阿部豊監督のゴールイン等に出演するが、翌1932年、入江貴子の入江プロダクションが制作した、入江と中野英二主演、溝口健二監督の満蒙建国の黎明に出演し、以降、新興キネマに移籍した。1934年、曽根純三監督の不良少年の父でヒロイン、お鈴を演じた。1935年、牧野正弘の牧野陶器製作所設立に参加、同年、根岸東一郎監督の無鉄砲選手に出演した。翌1936年1月、陣容を発表した際に、技芸部女優として名を連ねている。同年、東京の PCL 映画製作所に移籍し、矢倉繁雄監督の処女、花園に出演した後、成瀬幹夫監督の君と行く道や、江野健子と榎本健一主演物に出演した。同社は、1937年9月10日に他社と合併して東宝映画となったので、PCL は東宝映画東京撮影所となり、山縣は引き続き東宝映画に所属した。1938年、岡田隆史監督の青空二人組を最後に退社し、引退した。ありがとうございます。